ジャガーはフェンダー社のエレクトリックギター。1962年にフェンダー社の最高級機種として発売された。トレモロユニットは兄弟機種のジャズマスターと共通だが、ボディシェイプなどは細部が異なっており、ショートスケールのネック、専用ピックアップ、ピックアップ ON、オフスイッチ等の仕様が異なる。ジャズマスターより音のエッジが立った、歯切れよく鋭いトーンが、 サウンドの特徴。ブリッジの手前に登場時流行したパッド式のミュートが標準装備されているのも特徴であるが演奏途中で切り替えるとブリッジが移動するのと同じ効果が現れ音程が上がるという欠点があったため取り去ってしまうギタリストも多く他のモデルには波及しなかった。ザ・ビーチ・ボーイズのカール・ウィルソンを筆頭に主に1960年代前半のサーフィン ホットロットミュージックでもてはやされた人気機種であり、ブルージーンズ結成当時の寺内岳や加瀬国彦,彦も使用していた。しかし、原振動がボディに伝わりにくいブリッジやトレモロの構造が災わいして、同社の先発商品、テレキャスターやストラトキャスターに比べてサステインに乏しく、ロック音楽が次第に伸びのあるギターサウンドを求めていくにつれて人気が衰え、 1975年に製造中止となった。1986年フェンダージャパンより D 州。型番に JG66 体と銘打たれているものは実際は1963から64年の仕様をもとにしている。しかしヘッドのフェンダーロゴはモダンロゴが付けられている。ミュートは省略されている。1990年代初頭。 ニルバーノのカートコバーンが使用したことで、オルタナ、グランジ界で人気機種となった。彼のモデルに関しては、本人の功を参照のこと。彼のモデルに習って、ピックアップのハムバッカーか、ブリッジのチューンオーマティックかなどの大幅な改造を施すことが流行した。2011年には、ネバーマインドのリリース20年を記念し、フェンダー USA から65モデルの大幅に、 カスタマイズされたカートコベインジャガーがリーシューされた。2000年にはようやくフェンダー USA でもリーシューが開始された。ジャパン製とは異なりフラットバリフィンガーボードでヘッドには正しいトランジションロゴが貼られている。ミュートも標準装備されている。その他フェンダーブラックトップシリーズよりハムバッカーや P-90 を搭載したジャガーやムスタングとの合体モデルの ジャグスタング、ジャズマスターとの合体モデルのジャグマスターがスクワイヤからリリースされている。ありがとうございます。